どうも高井です。男は外へ、女性は中で家事、洗脳解放へ。女性の社会進出がもたらした強力なメリットについて話します。熟年離婚をすると男性は10歳、女性は5歳ほど寿命は縮むって言われています。これについてなんでかなっていうことを私なりに考察して話しますけど、おそらく男性が10歳寿命縮むのは、高度経済成長中男性は中で料理はしないんだけど外でお金を稼ぐってことをしていた。とはいえそれは外で会社で働いて65歳も働いて、で会社の中でのスキルは磨けたんだけど、会社の外で他で転職した時に使えるスキルかといったらそうじゃなかった。だからこそ定年後にお金はあるんだけど家事のスキルないからこそ熟年離婚した後におそらく食生活で栄養が偏って、で一人暮らしだから孤独になって寿命が10年ほど短くなるんじゃないかなと思ってます。で女性がなぜ5年かっていうと、当然外で働けばスキルは磨けるんだけど、中で家庭で拘束されていた分スキルは磨けなかった。でも家事はできる。お金の不安はあるけど家事がなんとかなってるから5年で収まってるんじゃないかなと私は考えています。だからもし今みたいに高度経済成長中女性に働くそういう機会、スキルを外で磨くという機会さえ与えられていれば、おそらく寿命は5年ぐらい短くなるどころか、もうちょっと1、2年ぐらい優しくなるんじゃないかなって思ってるよね。そういうことを考えるとね、女性の社会進出って女性にしてはすごいメリットあるよね。まあ男性陣はどうかわかんないけどね、今のこう男性と女性の給料が共に少ない時代だけど、そうは言っても外で仕事を終えしてスキルを磨くという時間がある以上、その時間を有意義に使っていきましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。